人間に化けてることってよくあるよね。結局同窓会の二次会俺ら二人になっちまったな。まあたまには二人で飲むのもいいんじゃない。乾杯。あ、すいません。あざますあざます。ういあざます。お邪魔します。後輩の山本、すいません、なんか呼んでいただいて。お邪魔します、うん、で、お前最近仕事どうなの？順調？やめちまったよ。で、今何してんの？今はただのプータローさ。プータローの言い方が、それはねーにーにみずだねーよ。水がちょっとこれからどうすんの？グラフィックデザイナーになろうと思う。あ、グラフィックデザイナーになろうと思う。なんで2回言ったんすか？まあ、転職も悪くないけど、俺たちもう今年で48だぜ。そうなんすよね。意外に言ってんすよね、森さんね。まあ、お前の方はどうなの？銀行マンだけ？やめたよ。お前今はただのプー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 タローさ。どうしたんすか？大丈夫ですか？じゃあお前これからどうすんねん。関西弁。プロ野球選手になろうと思う。無理でしょ。だから今私服もこれ着てる。誰に吹き込まれたんすか？私服それ着てたらプロになれないですよ。誰吹き込めたんすか？プロ野球選手になろうと思う。なんで2回言うんすか？あんたたち何なんすか？同じ時期に転職なんて、やっぱり俺たち双子だな。双子やったんすか？全然顔似てないっすよ。双子やったんすか？俺が本気だって、俺の手のひら見ればわかるぜ。あ、なんか素振りしてタコできたみたいなことっすか？見てみる。あしたかの。どうもありがとうございました。